新聞にね月一でコラム書かせてもらってるんですけど、鹿児島のね、それがでも4年くらいコラム書いてる。はいはい。でそれをその行った中学校の PTA の PTA 会長さんがファンでずっと呼んでる。ああすごいな、うん、でそれでじゃあこの人を講演会で呼ぼうっつって、あもうそのそれで始まり、そうで、その1年前くらいでオファー来て、うん、で鹿児島のあのエリア社員が、はいはい、西田君こういう依頼来てるけど受けるどうするっつって、うん、講演会とかやったことないでしょ、うん、しかも全校生徒800人まで、マジか。でもまあ1年後だしなんとかなるだろうと思って、あ全然行きましょうやりましょうやりましょうって、うん、したらもう気づいたらさ、もうこの直近だってさ何も用意してないっつって、逆に1年だからちょっと忘れてた、そう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 、もうそれでやべえなっつって、もうだから吉野終わりとかもずっとどうしましょうかねみたいな、みんなスタッフさんと話したり、結局ね、もうリアルを話そうと思ってさ、俺が思ったのはもうその中学校の時のね、中高の講演会とかいろいろ聞いてきたのよ、うん、新学校だったから、うん、でも何一つ覚えてないと、なるほど、ね、内容結局入ってないと頭に、そうだからもうその別にいいこととかもう絶対響かないから、うん、もうリアルな芸人、その31歳の芸人のリアルをお伝えしようって、うん、あーなるほどなるほどね、芸人になっている31歳はこんな現状だよ。そうそう、だからまあ売れっ子のスケジュールバーッとこう見せたりとかして、その後俺の今現状の僕のスケジュールです。ああなるほど、はいはいはい。だから夢っていう公演のテーマをさ設けられてるからさ、ああはいはいはい、だからまあその夢の途中はこういう状況ですよ、厳しい面を見せるっていうね、そうそう、とかもう本当に本当の月収を答えたりとかさ、おお、まあ、そのもそういうわざと低く盛るとかなしよ、もうリアル、完全リアル、ザ・リアルをもうバーって言って、うんうん、それでなんかまあその中学生たちもさ、もう最初はさ、うん、そのあかしこまって聞いたけど、途中からもうなんかこういい感じに盛り上がってくれてさ、うん、70分、本当は70分なんだけど俺も乗ってきちゃって、うん、20分オーバーしちゃって最悪や。それでさ、もうそれでなんか途中で10分間休憩設けましょうみたいになって、あ話で10分間休憩だったんだけど、休憩の時さ、もうみんな来てくれるのよ、もうでバーって喋ってくれてさ、なんて来んの、僕今 TikTok してるんですみたいな、その男の子がね、はいはい、中2のね、はいはい、で、ああいいじゃんいいじゃん頑張りなっつって、いいで、こう周りの人たちもさ、あ、ちょっとお前あれやれよあれやれよとか、その TikTok でやってるやつをやれよっつって、いいよいいよみたいなことを言ってて、あ、まあまあそれはそう恥ずかしいよなと思いながら、でその俺もさ、その講師という立場でさ、あ、ちなみに TikTok フォロワーどれぐらいいんのっつったら、あの20万人え、マジ、20万、中2が20万、嘘で、俺蓋を開けたらさ、むちゃくちゃ見たことあった、その子、あのさ、こう首をこうやる子、知らないってね、見たことあるでしょ、知ってる、こういう首をやる子、むちゃくちゃ有名なの。あ、嘘、その子がいてさ、俺その子の前でさ、むちゃ偉そうに喋っててさ、俺むちゃ恥ずかしかったよ、マジでかましたかったやろな、その子も。そうそうそう、いやそうね、マジで恥ずかしかった、やば、ほんと絶対その子が誕生じゃん。そう、いやほんとそうだよ、俺インスタフォロワー1000人よ。サインもらった？いや、さすがにその子はサインくださいって言わなかった、俺には。